今日は岡崎に新しくオープンした焼肉いずれさんに来ました。それでは皆さん、美味しい焼肉食べましょう。乾杯。お願いします。乾杯。店長、はい、これは何の肉なんですか？こちらがですね、タンの肉が整っておりまして、はい、奥から、上薄切りが、真ん中が、本店自慢の霜降りの手前が完成となっております、はい。こちらも生タンになりますね。失礼いたします。大変美味しいお肉となっておりまして、レモンなど、別の薬味をかけずにそのまま焼いてお召し上がりください。こちらの上薄切りタンなどはレモンかけて、この美味しいタンゴいただきますね。キーさん、どうぞ。熱いですか？どうですか？肉まみが凝縮されてますかね。美味しい。はい、ありがとうございます。はい、すいません、こちらがカルメギさんのタレのセットになります。こちらなんですけど、お焼きすることも可能ですが、お焼きいたしましょうか。カルメギなんとかは何なんですか、それ？はい、こちらですね、豚のハラミの部位となっておりまして、細かく切っていただくと大変美味しくお召し上がりいただくお肉になっております。焼き上がりましたので、じゃあフェビーさん、ちょっとこちらお願いします。カルメギザル、カルメギザル、何回聞いても覚えられなかったんですけど、カルメギザル、どうですか？あ、ジューシーです。すごく美味しいです。はい、今日の普通の塩とカルビのタレです。カジューロース塩です。こちらはわさびいただきます。はい、生産していただきます。はい、見させていただいた方がよかった。お願いします。カルベネソーヴィニョンいただきます。乾杯。お店一押しのニンニクハラミですね。こちらはすごい、これニンニクですね。たっぷりですよね、これ。たっぷりですね。いかがですか？すごいニンニクがすぐ効いてきました。これダメですよ。ここの名物、ニンニクサガリと、あとニンニクとキムチ。すごいニンニク。このすごいニンニク。キムチ。皆さんぜひご来店ください。お願いいたします。ありがとうございます。